二番線アトクリング業の様子のイバウガッセ駅は、ウィーンの6区と7区の境界にある、ウィーン地下鉄3号線の駅。駅は、3階建て構造となっている。駅名は、ノイバウガッセのショッピング通りにちなみ、名付けられた。キアシェンガッセとノイバウガッセの間に伸びる駅には、上下に配置された2つのトンネルのチューブにまたがる、サイドプラットフォームがある。ノイバウガス駅は、地下鉄、 有三線の第二セクションと共に開業され、ウィーンの地下鉄駅の中でも、最も間隔の広い入り口と出口がある駅の一つとなっている。これらの出入り口は、一つは、中二階を経由して、マリアヒルファー通りに続き、もう一つは、キアシェンガッセとマリアヒルファー通りの角にある、ゲアンゴース百貨店の地下に続く。ウィーンでも一番高利益なショッピング通りに位置するため、 利用客が多いが、その反面、近年では、物乞い、麻薬の売買や使用現場に接触することも少なくない。駅の近くには、ハウスです。メアレスがある。2027年までには、視聴者から松ラインツドーファープラッツまでの地下鉄有通線の南方延長プロジェクトの一環として、本駅に有通線のプラットフォームが建設される予定。 リニエユサンアトクリングシマリング。ありがとうございます。